1日待つぐらいで、その一昨日の日付で行ってたらしくて、多分言い間違いだと思うんだよ、次の日っていう意味の、うん、それを昨日なんかこれに用心物そうになんかディスるじゃん、明るいなって言ってて、ね、もううざっと思ってだんだん以来、それをまたさ一緒にさ何々で1日って間違えてんですよって言うので、いや、そういう言い方じゃないんだけど、なんか、あれでもなんか昨日って言ってたから、なんたらかんたらみたいな、なんかずっとそれをネチ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 言ってて、で、M 崎さんもさ、その日だからさ、そういうこと言ったりして言い出してさ、あーダメ、めんどくせえこいつらと思って、普通にだから言い間違えただけだよって言って、で、切っといた。めんどくせえよ。M 崎さんも同じこと言う言ってた。M さんだって別に好きじゃないもん、全然。そうなんだ、結構注意されてたからあんま好きじゃないって言ってたし、注意されるあなたが悪いんだよって思うんだけど、だって悪いけどあの人絶対やる気ねえもん。これだからもう なんか一個でもミスみたいなのやったらもうすごいんだよな、俺の首取ったみたいな言い方してで、だんだんイラッとしてきて、あ、行き過ぎちゃった、キリキリがすごくて、ちょっと U ターンしよう、まあ、どっか U ターンできる、うん、すげえ、やべえな、切りすぎるとあれマジで分かんねえの、あったよね、かぶせてくるんで、やったの。